はちょっとここまで選手にいろいろ質問していきたいなと思うんですけど、はい、おまさんに質問です。えい、コロナが明けたら一番行きたい国はどこですか？ロンドン。なんで？楽しかったから。次、サッカーしなかったら一体君は何をしていましたか？ダンサーダンスしたい。次、休日は出かける派？インド派？好き、出かける。足で？車で？ああ、意外と足で。運動したい。やっぱ食べちゃうと思うから、オフは、はい、プラマイゼロにしたいっていう気持ちがある。毎日動いてるのに休日も動きたい。動きたい。じゃあ犬を飼うなら何系？わあ、それは悩むね。ハグ。なんで？可愛いから。臭いらしいですよ。大丈夫、綺麗にしてあげる。何をしている時が一番癒し？サウナから上がった後の水風呂。次、はい、1ヶ月休みになったら何しますか？旅行。旅行好き？旅行は好き。何が好き？何？旅行の何が好き？ワクワクするところ。何にワクワクしてんの？日常から離れる感じがいい。次。小さい頃になりたかった夢は何ですか？いっぱいあるよ。まずはセーラームーン。なれないよね多分。あとスピード歌手の。で、保育園の先生、うん、看護師、うん、美容師、うん、体育の先生、うん、警察、うん、結構たくさんあります。春夏秋冬どれが一番好き？理由も教えてください。秋。なんで？さつまいもが好きだから。へー。あと金木犀の匂いが好き。へー。興味ないな。未来と過去、行くならどっち？理由も教えてください。うわー。あ、ちなみに行けるのは自分が生きてる間の未来と過去だけね。あー、過去。過去で何見に行きたいっていうか、何かしたいとかあるんですか？いや、何かを選択するときとかにすごい悩んでた時期とかあったから。あ、自分に助言したいってことですか？過去の、うん、いつの過去の自分に助言してあげたいんですか？いやー、でも別に後悔はないからね、正直言っちゃって。未来かも。うさ。未来かも。未来行ってみて、見て、うん、ちょっとそれに納得いかなければ現在変えなきゃいけないわけだから、未来。ミスタタケコプターと、タケコプターどこでもドア、どこでもドアだったら、どっちが欲しい？どこでもドア。なんで？え、時短じゃん。時短。効率の止まりだ。すぐ行けんじゃん。効率の止まりか。うん、プレゼントをあげるとき、人には、相手の欲しいものをあげる派か、自分があげたいものをあげる派か。わあ、相手が欲しいものをあげようとして、でもな、欲しいかなとかすごい思っちゃうから、あんまりプレゼントは好きじゃない、恥ずかしいから。結局どっち？いや、結局は自分があげたいものになっちゃうのかな、最終的に。相手が欲しいものが分かんなかった場合。じゃあすごい、あげた時のリアクションは結構見ちゃうの？いや、見たくないから置いといたりするかも。怖い。怖い。いや、なんか後で、あ、渡して後で見てとかあんま見たくないかもね。次。はい。アスリートをやる上で心技体だとどれが一番重要だと思われますか？いや、全部大事だけどね。気持ちじゃない？だってさ、どんだけ上手くてもさ、どんだけ走れてもさ、もう気持ち的に無理だと思ったらもう無理じゃん。その力発揮できなくない？間違いない。なんか、そうそう、気持ちがあればさ、なんかあとの2つは足りなければさ、なんか自分で頑張れるじゃん。だけどやっぱその頑張れる気持ちがやっぱないと相当きついなと思っちゃうけどね。トマさんらしい
回答ありがとうございます。何型ですか？大型。大雑把な方ですか？いや笑ってんな。じゃあ一番何型と気が合いそうだって自分では思ってますか？ AB じゃない？何して？昔学生の頃からすごい仲良くなるのは AB が多い。 AB か A。 じゃあトマさんが仲良くなれるなって思う人はどんな人ですか？なんか一個の物事に対して熱く語り合えるとか、うん、笑いのツボが一緒とか。じゃあトマさんが信用できるなって思う人はどんな人ですか？自分のことを大事に思ってくれてる人。それってどうやったら分かってもらえますか？時間がかかる。なんか本気で自分が心を開けるのはやっぱり自分と一緒にいる時間が長い人にはなってくるのかな。どうなんだろう。嫌いな人、こういう人嫌やなっていうのは何ですか？嫌い、うん、苦手ってこと、うん、表が見えない人。ちょっと意味がよく分からないんですけど。いやなんか、あーなんか素を出してくれてないなって感じる人。自分が心開いてくれてないな。あ、そうそうそうって思うと自分もなんか開けないっていうか、すごい一歩置いちゃうっていうか、気使うから、うん、気を使わない相手がいいってこと。そうだね。で気使ってくる相手は嫌いってこと？嫌いじゃ苦手。なんかそんな気使ってまで全然無理しなくていいよって思っちゃう。じゃあ気とかあんま使われたくないって、うん、全然使われたくないことなん、うん、尊敬できる人はどんな人ですか？自分の持ってないものを持ってる人かな。あ、例えばじゃあトマさんが持ってないものって自分で思うところって何ですか？すごい掘り下げて何かを考えて行動に移してる人とか。マジ掘り下げらんないから。探求心ってことですか？そう、探求心とか、え、なんでなんでなんでこうなんの、なんでこうなんのみたいな感じ。うちもなんでなんでと思うけど、なんでなんだろう終わりっていうことが結構多いから、なんかそれをちゃんと自分で掘り下げて納得するまで探求する人はすごいなと思うし。でも逆にそれってトマさんは一つのことにこうなるっていうよりか、どちらかというとこういろいろできるイメージがあるんですけど。できないよ。できないし、なんか今までサッカーしかしてきてないじゃん。でも例えばこうやって YouTube 撮ってるとか、まあ、サッカー選手みんながやってることでもないと思うんですけど、どちらかというとなんかいろんなことにチャレンジしてるイメージがあるんですけど。え、でも海外行ってからだと思う。海外行くまではもうサッカーしかしてなかった本当に。だし、あ、やめてから、サッカーやめてからやることやりたいことマジでないなみたいな思ってたけど、でもそれでだからどうなんかしようとかはなかったし、本当に海外行ってからかな。で、まあ海外行ってそういう考え方になったっていうのもあるし、まあ、年齢的な問題も絶対あると思う。大人になったんだ。なんかさ、ライフワークシートみたいなのをさ最近書いたんだけど、25から30の間がかなりいろんな経験してるなっていうのは思った。そのとこに結構ギュッて集約されてた。集約されてた。まあじゃあその時が一番やっぱ悩んだりも多かった、ね、うん、そうだね。なんかその悩んだから自分の答えを見つけて、なんかそれで一回やってみようかなっていう一つが YouTube でもあるし。そうだね、安定してるのも好きじゃないですか。そうだね、多分飽き性だと思う本当に。それって恋愛にも共通することですか？いや声裏返る。次、最近寂しいなと思ったことありますか？毎日思ってるけど。じゃあかわいそうなんで次の質問いきます。寂しいって思ったなんかエピソードあります？実家帰ってたから正月に、やっぱそれで長野に戻ってくるってなったらもう寂しさでしかないよね。あ、家族から離れる時があってことすぐ会えるんだけど、なんかすごい寂しくなっちゃう。結構じゃあ一人は寂しいのにいつも戦いながら頑張ってるってことですか？いや孤独だよねいつも割と。いやなんかトマさんはすごい周りに人がたくさんいて友達もなんか多いようなイメージが
あるんですけど、めっちゃそれ言われるけど、マジで友達いない、友達いないって言ったらあれだけど、いないわけじゃないけど、何人って孤独感じるんですか。自分が苦しい時とかなんか辛い時に、うち誰に連絡できるんだろうって、やばいやばい、闇闇闇大丈夫ですね、してください次、はい、一番気に入ってたスニーカーはどれですか。アディダスのちょっとハイカットで、大学の時に2個目まで買っちゃったんだけど、なんか紫のと白色違い両方持ってて、あーちょっともうね、もうないと思う、もう売ってないと思うし、うん、だけどめっちゃ可愛かった、白も紫も。結構おしゃれさんのイメージがあるんですけど、好きだっためっちゃ、その服とか、なんか最近はそうでもないって聞きましたけど、どうしたんですか。いやそれも本当に海外行って変わったね、思考が。無駄なことにお金を使いすぎていた。本当にオフになったらマジでナンバとかに行ってめっちゃ服買ってたし、もう一回着た服着れないとか思っちゃったもん。貴族の遊びしてたバイトもしてたってことですか。バイトはしてた、提供し勉強できるんでしたっけ。別に得意じゃないけど全然教えれたし、まあ、先生になりたかったじゃん、その頃の私は。そうだからすごいいい経験にもなったし、なんかすごい生徒が可愛かったっていう噂聞いたんですけど。そう、めっちゃ可愛かった。一人は中国人の子で、私小学校4年生だったの、うん、だからなんかまあ教える分野っていうかもう、まあ、自分が全然わかる程度だったし、で2人目は中学校3年生だったけど、もう英語で犬をじゃあ英語でわかるみたいなグッド惜しい惜しいんだよってなって、もう可愛かった。教えがあります。そうだから、そのレベルだったから全然いけた、うちでも私の小さなこだわりみたいなことってありますか。なんかよくある例えば靴は右から履くとか、歯磨きは絶対左手でやるとか。いや絶対左手でやるってか、うち左手でしか磨けないんだよね、歯磨きに関してはみたいな、なんかそういうこだわりっていうか、もう常に効率よく動きたいって思ってるから、もうなんかしながらなんかっていう、これが時間かかるんだったらそれやりながらじゃなんかやろうとか、どっか出かけなきゃいけないんだったら出かけてる間にじゃあもう洗濯回しといて、もう帰ってきたら干せるようにしようとか、多分みんな結構考えてると思うけど、なんかそこへのこだわりはあるね。めっちゃ仕事できそうですね。できない生かされない、生かさ。でも銀行で働いてる時はなんか泊さんのいいところはちゃんとその限られた時間の中でその時間内に終わらすのが上手だよねって言われた。へー、結構その事務処理とかすごい早そうですね。でもあんま好きじゃなさそうですね。まあ、銀行は結構楽しかったけどね、まあ、追い込まれてたけど、うん、じゃあなんか今まででそういう仕事とかバイトとかで一番やっちまったみたいなことで聞いてみてなさい。銀行じゃない、やっぱ銀行でオペレーションするじゃん、お客さんからお金預かって通帳を入れてお金の出し入れとかするんだけど、その時にやっぱ金額とか間違っちゃうと、その間違った金額がお客さんの通帳に印字されちゃうから、でパソコンっていうかその数字のところ見なくてもバーって打てちゃうようになってたから、打って確認してちゃんと送信ボタン押さなきゃいけないんだけど、もう流れでテテ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 
たいな感じになって、もうドキドキして動機がすごくて、でももう言いに行かないと、それはもう代理とか、そう、次長とかそういうあの位が高い人しかできないオペレーションになるから、もうドキドキバクバクの心臓止まりそうっていう状態を経験して、支店のマイナス点で貢献してしまったっていう。ここで手持ちの質問が終わってしまったんでもっと質問されたいですか？うん、質問されたかった。